死んだ僕の石川の企業訪問のコーナーです。なんとこのコーナーもですね、打ち切りにならずに第4回まで来ました。第5回も見たい方はチャンネル登録をお願いいたします。本日ですが、トータルフィードバックのですね、まあ、電源周り、配線周りもご提供いただいている親出電機さんの製品を紹介していきたいと思います。じゃあ何はともあれ行ってみましょう。あれ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 、キルミルキーの小森真奈子さんと例の琴山雫さんじゃありませんか。何やってはるんですか。扇風機から全然風が出ないんです、はい、あ、良さそうな扇風機ですけどね。弱いですね。こんなのじゃダメですよ。このタップとコードじゃダメです。これ何かわかりますか。わかりません。じゃあこれを使って実験していきましょう。はい、それではですね、まずは自己紹介をお願いします。はい、キルミルキーのギターボーカルの小森真奈子です。ファースト EP If You Kill Milky Me が好評発売中です。ご購入お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあこちらも自己紹介お願いします。はい、レイの琴山雫です。5月25日にレイセカンドアルバムグリーンが発売されます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。琴山さん、早速なんですけど、これ何かわかります。わかりません。わかんないですか。これ電源タップなんですよ、うん、ちょっと小森さん、これ持ってもらってもいいですか。はい、これ重くないですか。めちゃめちゃ重いですね。これが殴ったらやばいですよ。はい、本当に殴っていいんですか。あの、殴ったら喜ぶと思うんで、はい、豚と呼びながら殴ってください。はい、エーマ、はいはいはい、じゃあ返してください、はい、ありがとうございます。はい、早速ではあるんですけども、これで扇風機を回してどう変わるか実験してみたいと思います。はい、じゃあ実験スタートということで、まずは元の電源タップのままで、小山さん、扇風機の電源オンにしてもらっていいですか。はい、いきます。はい、まあこんなもんといえばこんなもんですけどね。じゃあ次、親入れの電源タップ交換して試してみましょうか。じゃあですね、電源タップ親入れのものに変えましたので、小山さん、もう一回試してみてもらっていいですか。はい、あ、音から全然違いますね。なんかモーター音の音がちょっと違う感じしますよね、うん、はい、これは何が違うんですか。元の電気が 100% だったとして、まあ、少しこう貧弱な電源タップだとかコードだと、そこでロスしちゃって 70% とか 80% ぐらいの電気が電化製品に届いて動くことになりますと。でも電源タップがいいものだったりするとロスが少なくて、例えば100あったものが90とか 95% で電化製品に届いて元気な状態で電化製品が動きますと。そうするとかなり効率よく動くって話でございます。なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、まあ電化製品だとかそういったもので元気な電気で何使いたいですか、小山さん。私は髪が長いのでドライヤーで使いたいです。ね、乾き変わるって言いますよ、うん、嬉しい。ちなみに小森さん、何使いたいですか。はい、アンプとかエフェクターを元気にしたいですね。ちなみにあのイベントトータルフィードバック、あ、出てますけどね、はい、トータルフィードバックの時の電源タップですとかそういった周りはですね、親入れ製を使われているので、はい、かなり元気な音出てると思いますよ。そうですね、うん、はい、さっきですね、小森さんが音について話されてましたけど、はい、実際にこちらにスピーカー用意しましたので、普通の電源タップと親指の電源タップで聞き比べしてみようと思います。はい、じゃあ、聞いていただくのは琴山さんにお願いしようと思います。琴山さんと僕って言ったらあの曲じゃないですよね。どうぞ。はい、レジグナチオンです。Thank you.
では電源タップをですね親指のものに差し替えましたので、小田山さん同じ曲もう一回聴いてもらってよろしいですかね。はい、はい、お願いします。聞いてもらいましたけど、まずは率直な感想を聞かせてもらっていいですか。音が鮮明に聞こえるというか、あとなんか明るくなった気がしました。やっぱ電源変わるとあの音に張りが出てる、あとは明るくなるってよく言いますし、俺ねこれ自分で弾いてるから分かるんですけど、さっき聞こえづらかった音、聞こえなかったフレーズ、板のフレーズとかが実はね変えたら聞こえるようになったんですよ。だそういったところでも結構明白に違うんだなって分かった。じゃあ次は小森さんにキルミルキーの曲聴いてもらおうと思います。はい、キルミルキの曲ノイジーでかっこいいっすね。はい、かっこいいです。じゃあ電源を親指のものに変えて聴いてみましょうか。はい、じゃあ親指さんの電源タップに変えましたのでもう一回同じ曲聴いてみましょう。明らかにね、音の厚さが変わった。全然違いますね。この曲ってもう発表済みの曲なんですか、キルミルキーの。この曲は6月22日に発売されるトータルフィードバック2022に収録されるキルミルキーのルーという女でした。おー、かっこいいかっこいい、はい、ありがとうございます。でも明らかにノイズ部分だとか、低音ローの部分だとか、これはね、全く変わった、これはね、誰が聴いてもわかるね、やっぱりこう電源タップ変えることで、音は、間違いなく変わるっていうのはわかりましたね。これはどこに行ったら変えるんですか。テレビショッピング張りの振りですね。まあでもありがたいです。親指の商品は、まあ全国の楽器店とかでも買えますし、秋葉原には直営店があって、まあ電源タップだけじゃなくてケーブルだとか、すっごくいろんなものが売ってるんですよ。さっき僕、秋葉原の直営店行かさせていただいたので、ちょっと映像を3人で見てみたいと思います。はい、それではですね、3時間前の石川さんお願いします。コンカフェひしめく秋葉原に来ております。何をしに来たのか当たり前じゃないですか。親出電機さんのですね直営店にお邪魔しております。で、親出電機さんですが、創業70周年のですね電線の専門店でございます。まあ、伝説関係のですね屋内半線全般ですとか、まあ、楽器系のですねケーブル類、本当に伝説のプロフェッショナルとしてですね各種商品を取り揃えられております。我らがグライフインザベッドルームのですね、竿の3人もですね、親出さんサポートを受けて、親出さんのシールド使っておりますし、実は私もメインシールドはですねこの親出製でございます。これ私今フォースっていうですねシールドを使っております。以前はですね G スポットっていう、まあ、親出さんのシールドを使ってたんですが、 G スポットっていうだけあってですね弾力性も触り心地もですね抜群だったんですが、まあ、こちらのフォースもですね弾力性、音、触り心地抜群でございます。
それでは早速ではございますが、お店の中行ってみましょう。まずちょっと目に入るんですけれども、ここにですね、各テーブルのですね、特性だとか、そういったもの書いてありますので、結構ですね、ここでですね、いろいろ調べることができますね。で、結構一時期私もですね、楽器のギターの中の配線とかに凝った時期あったんですけど、よく工房さんでですね、勧められた、ベルデンとかムガミですとかカナレですとか、こういったものを量り売りで取り揃えられております。で、さらにこちらにプラグ素材もですね、かなり豊富に、取り揃えられておりますので、量り売りのケーブルと合わせて、シールド自作派の方も、ここで全て取り揃うのかな、完結するのかなと思います。あとこちらもですね、見ていただきたいんですけども、マグネットワイヤーがですね、かなり手広く揃っております。マグネットワイヤーって何に使うか分かります？我々楽器関連で言うと、ピックアップの素材ですよね。ピックアップ巻き巻きのワイヤーです。ピックアップ自作される方、どれぐらいいるか分からないですけれども、でも決してですね、お値段は高いものではございませんので、ここ来てですね、気軽に手に取ってみて、ちょっと自作試してみるのも面白いんじゃないかなと思います。こちらご覧ください。ネオブランドのですね、DJ ケーブル、あと USB ケーブルもありますね。かなり頑丈な感じのプロユースな感じでございます。で、 DJ ケーブル、 USB ケーブルっていうとですね、皆さんご存知ですかね、スクリレックスがですね、来日された時に、実はこちらの親父さんの店舗、お忍びで来ていてですね、この USB ケーブルを、購入して帰ったというものがあります。これ SNS でですね、結構話題になってましたので、ぜひ検索してみると面白いと思います。こちらご覧ください。イヤホンのケーブルですね。で、結構ですね、これ高品質なもの、いろんなものがですね、ありますけども、イヤホンのリケーブルとかでですね、音の違い試してみるのも面白いと思います。そんな中でもなんですが、こちらをご覧ください。プロミュージシャン向けイヤモニ用リケーブル、こんなあるんですね。やっぱこうイヤモニ向け、楽器ユーザーのですね、イヤモニ向けだと思います。ライブの時とかですね、いいと思いますし、柔軟性よし、断線しづらい、現場向きでございます。ぜひ試してください。はい、それではですね、親出電機さんのですね、直営店さんにですね、お邪魔させていただきました。楽器ユーザープレイヤーにとってですね、例えば完成品のシールドですとか、イヤモニですとか、あとはその素材ですね、これから自作を始めたい方も、各部品類すべて揃っております。ぜひですね、店舗にお越しになって、で、実際にですね、お店の方に話を聞きながらいろいろ選んでみると、楽しいと思いますので、ぜひお店の方にですね、直接来ていただければと思います。はい、じゃあですね、今アンプカフェの方で、ハーレム状態でいると思います。石川さん、ハーレムって何のことですか？いや、忘れてください。めそもございません。はい、じゃあですね、今日の感想ですね、まず小森さんからお願いします。はい、スピーカーを電源タップ変えた状態で聞かせてもらって、かなり音に立体感も出て、生の音にかなり近かったので、皆さんもぜひ親出電機さんの電源タップを購入して同じ環境で聞いてほしいです。ありがとうございます。今日配信でですね、海外の方もですね、たくさん見てますので、今の、コメントですね、ちょっと英訳させていただきますが、She said she's crazy about me。 はい、ではですね、琴山さんも、今日の感想をお願いします。はい、私は音とかがあんまり詳しくないんですけど、そんな私でも音の変化とかが分かったり、あと家電で実際体験してみて、こんな電源を変えるだけでこんなに違うんだと思い、びっくりしました。ありがとうございます。レイもですね、海外のファンたくさんいらっしゃると思いますので、ちょっと今のコメント英訳させていただきますが、 She said she's crazy about me。 はい、ですね、今日も一日ですね、楽しい企業訪問になりました。今後もですね、企業訪問続けていけるようにですね、ぜひぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、じゃあ今日は、小森さんと小田山さん、ありがとうございました。バイバーイ。